アクアエセクスティアへの戦い。アクアエセクスティアへの戦い。アクアエセクスティアへの戦い。英語、バトル・オブ・アクイ・セックスティは、紀元前102年に、チュートン人、テウトネス人、テウトニ人とローマ軍の間で起こった戦い。キンブリテウトニ戦争の後半に起きた、この戦いで、ガイウス・マリウスは、チュートン軍を打ち破り、ノレアの戦い、アラウシオの戦いと連敗を思っていたローマ軍に、 勝利をもたらした。続いて行われたウェルケラへの戦いでもマリウスは圧勝し、蛮族による地中海世界への難化を挫折させた。三十万名以上の戦士とそれ以上の女子供を連れて地中海へ進んでいた北方の蛮族は途中で二手に分かれ、中東族とが先にローマ領内へと侵入した。ローマ軍の軍政改革と再訓練を終えていたマリウスはすでに ローヌ川沿いに陣地を建設して待ち構えていた。アラウシオの戦いで、ローマ軍に対象を得た、中トン族の族長、テウトボドは二つの部族軍を率いて、砦を攻撃したが、堅牢な砦を攻め落とせずローマ側の弓矢や投げ矢で損害を受けた。攻撃に失敗したテウトボドは、砦に立てこもるローマ軍を臆病者と挑発したが、マリウスは攻撃を許可しなかった。 二度の敗北という経験から、軍団兵が蛮族を恐れているのを知っていたマリウスは、兵士たちの士気や誇りが高まる機会を待っていた。マリウスの狙い通り、防戦を続ける中で、軍団兵たちは、恐怖より市民への略奪しか考えていない蛮族への、無別や怒りを覚えるようになり、やがて口々に決戦を志願するようになっていった。対する中東族とは取を落とすことも挑発して、 野戦に持ち込むこともできず、攻めあぐねたテイウトボドは取り出を迂回させて、ローマ領候補を襲撃しようと考えた。士気が十分に高まったのを見てマリウスは、陣営地を引き払い、迂回した蛮族の候補を追撃させて、アクアエセクスティアへ、現在の X イコールアンイコールプロバンスに、新たな陣地を建設して、再び興奮妨害した。痺れを切らしたが戦いを挑んで攻めかかると、 軍政改革で新設したアウクシリア補助軍からリグリア人の軽装不評を送り出した。戦いの途中で軍団兵の一部にも加勢させ、終日までにアングロネス族の大半を打ち取って蛮族の戦力を削った。翌日になってアングロネス族の敗退を知ったテイウトボドは中東軍の主力を立て戦場に向かい、陣営地に引き返していたローマ軍と戦闘となった。 マリウスはアクアエセクステアへの丘に陣営地を建設させていた。ローマ軍が着陣する丘の後方や側面には山と森林が連なっており、倍以上の数を持つ中東軍は丘の前方に広がる渓谷にを表した。テウトボドは丘にローマ軍の姿を認めると号令をかけ、中東軍の戦士は剣や槍を掲げて突進した。 軍団兵の前方に配置されたリグリア人補助軍は打ち破られて敗走し、テウトボドは全軍を率いて丘を駆け上がった。マリウスは軍団兵たちに蛮族が陣地に近づくのを一歩も動かずその場で迎え撃つように、明じ、規範を示すために自ら剣を取って軍団兵と戦列を組んだ。蛮族は少数で戦列を組むローマ軍に猛然と挑みかかったが、 斜面で隊列が乱れていたために突撃の威力は弱められて軍団兵の戦列を破れなかった。加えて陣営地周辺の山や森林に配置されていた副兵が側面から一斉に槍を投げつけたので戦いが進むにつれて徐々に万族の隊列は少数の軍団兵の隊列に押し返されていった。後にマリウスの甥ユリウス・カイサルがガリア戦記で述べているように ガリアやゲルマニアの蛮族は決して万有のみに頼る、集団ではなく、ファランクスのような密集人形を駆使して戦うなど、兵学の念もあった。シュートン軍も押されて、なお規律を失わず、密集体系を組み直しながら、オティスモス、盾の押し合いを続けたが、地形的有利を得ていたローマ軍の隊列を破るには、至らなかった。また、マリウスの改革で装備を統一していたローマ軍に、比べて、 蛮族の装備は雑多で粗悪なものが多く、特に大半がハンラーの係争不評であることは、斜面で密集した状態での白兵戦では全く不利であった。そして、蛮族の隊列が警告にまで下がったとき、マリウスがトリブヌスミリトムに引き入らせていたコホルス単位の別動隊が警告の複数方向から蛮族の側面と背後をついた。疲労しながら警告に下がった。 中東軍の隊列最高尾は芝叩く間に壊滅し同時に前方から駆け降りてきたマリウスの本体と挟まれた隊列前方は大号を乱して陣形を崩され中東軍は完全に包囲された戦いが終わった時警告を埋め尽くしていた中東軍は後形もなく殲滅されテウトボドを筆頭とする中東人の貴族たちが池取りにされて他の捕虜ともに 戦利品として、ローマへ送られた。プルタルコスによれば10万名の中東人が戦死し、生き残った者は奴隷にされて部族は滅亡した。勝利の後、一旦ローマに戻ったマリウスは、凱旋式を行い、テウトボドは、式典の余興として、フォロロマーノで無知打ち刑に処された上で、公主刑にされた。戦いはマリウスによる、軍政改革やコホルス単位での式系統の価値を、 証明し、共和制後期から帝政初期までローマ軍の基本となる軍事制度を定着させた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。